交渉国5世紀の最易諸国と交渉国の位置。交渉は中国の南北朝時代から東大にかけて現在の新疆ウイグル自治区トルファン氏に存在したオアシス都市国家。元、秋代にはウイグル語、コラホジャの音訳から、コウヘシャゲ、ワタク、カシュウ、カクシュウなどとして記録されている。トルファン市交渉区には上市遺跡、交渉古城が残っている。以下の文章は、州書。 随所、北市、旧東女新東女によるもの。詳細は、車市を参照。この地には、古くから修徒飯という国があったが、菅の武帝の時代に修徒飯国は下され、車市前後王国及び三北六国に分割された。先定の時に派遣された軍人とその親族がここに、軍を飛んでんさせ、工作と守備を行った。元御の時に、治世、 高明、人、諸魔左生と言われた、交渉壁と呼ばれる、軍事基地が作られた。ここに官は、母規行為を置き、交渉を管理した。続く、五官、義・精神の時代にも、同様の制度が踏襲されている。ただし一時期両州遁公軍に属していたこともある。327年、五古十六国時代の全領支配下で、母規行為である、張ただが無本を起こしたため、 朝春がこれを鎮圧し、その機会に交渉軍が設置され、いくつかの県に分けられた。その後、前進、功労、税量、北領の支配を経る。北儀時代の交渉と周辺国。北儀の大部帝の時代、僧が交渉大衆になる。太のべ中、大部帝は三期二郎の王王星らを交渉軍に使わしたが、従前に捕らえられてしまう。太平神君中、は、 ソキョム・イミナに襲撃され、ソキョム・イミナが交渉軍を奪って大使となった。ソキョム・イミナが死ぬと弟のソキョヤス州が立つ。448年にはソキョヤス州がトルファンボンチの車市へ侵攻し、車市人は西へ逃走する。和平元年、交渉軍は従前に併合されると、従前によって白州が交渉王に建てられ、ここで初めて交渉国が成立する。 台湾の初め、白州が死去したため、この犠牲が経った。一年余りして、犠牲は、兄の首輝に殺され、首輝が自立して、交渉王となる。台湾五年、交渉王の阿福イタルラが首輝兄弟を殺し、トンコウの長武氏名を、交渉王に立てた。後に、長武氏名も国人に殺されたため、馬樹が立てられて、交渉王となり、片し子綾。 菊くをもって、左右調子とした。台は十一年、馬路は、芝の大太元を北義に使わしてともよし調校させ、巨国内死を求めた。高文帝はこれを収め、明武将軍の関安保に千余機を引きさせて、交渉に赴かせた。羊橋場ミミズに至り、馬路は、菊く片志子綾に、保機千五百を引きさせて、半安保を出迎えさせた。しかし、 交渉から400里の地点でも、半安保が来なかったため、片志子綾らは交渉に帰り、半安保もまた、以後に帰った。半安保は、観光案ら12人の死者を交渉に送り、馬児は再び、片志子綾の章でその生死である、片志城を使わして半安保の死者を迎えた。しかし、交渉求人は本土に愛着があり、当選を願わなかったため、 馬獣を殺して、菊花を立てて、王とした。菊花は、皇将王に即位すると、従前河岸の長いに侵入した。そのため、片し子綾と片し義信は半安保に随従して、落葉に至る。従前の死平制三年、従前河岸の伏せずが皇者王の渡るに若かとんに、殺されると、菊花は、皇者に侵入した。また、菊花は、に攻撃されて、王位不在となった。 延期国の民衆から延期王になるよう頼まれたので、その第二子を派遣して延期王として延期国を統治させた。永平元年、菊川、兄の子である佐守将軍で、伝授軍大衆の菊康介を慶子に使わして参朝させ、内氏死を求めた。そこで北儀は、竜城将軍の毛武氏に領収兵3000人をつけて、これを迎えさせた。 菊川はその後も何度か剣士を送っては、玉造、白黒天家ごろも、名馬、塩枕などを献上した。永平三年、菊川北儀に剣士を送って長考し、千武帝はまた、毛武氏を使わして、これをねぎらわせた。延唱中、北儀によって菊川、自説、平成将軍、売り氏士を拝命、大臨県開国博に封ぜられた。広島平の初め、剣士長魂。 人気元年冬、菊光介は再び内死を求めたが、朝廷は許可しなかった。正光元年、孔明帝は、因外将軍の長吉らを菊家に使わした。菊家は、長江不絶て、また氏士ともよしし、自異変化、不周天皇、五教、書士の貸し出しを求め、合わせて、国子助教の流将を博士とすることを求めたため、孔明帝はこれを許した。菊家が死ぬと、 孔明帝は彼に鎮税将軍、領収支氏を送った。また、この菊剣が立ったが、後に、冠中で俗乱が起きたため、使命はついに途絶える。二大元年、菊剣が剣士長行したため、北儀は平成将軍、売収支氏、大輪剣博とした。また加えて、守る将軍とした。A 広氏中にいたり、特助に同参し、進んで軍校となる。後に、 ついに隔絶、正義の大東十四年、文帝は、御事の乗りで、菊剣の聖死である、菊元気を、交渉王とした。協定二年、また、電磁軍校、菊宝ゲルを、交渉王とした。北州の竹西元年、その王は剣士を送って片仏を献上した。補定の初め、また剣士来校、隋代の交渉と周辺国、海王十年、突欠が、交渉の四条を破ったため、 二千人が中国に亡命した。菊観古が死に、この菊白政が立つ。菊白政の大母は元特決科岩の娘であったため、菊剣が死ぬと、特決の風習に従い、レビラトコンをしようとしたが、菊白政がしばらく応じなかった。そのため、特決が交渉に迫って無理やり、レビラトコンをさせた。遂の容体が即位すると、ショシゲルを印地した。大行四年。 交渉は初めて、隋に剣士を送って貢献し、よく大行五年には、菊白政自らが来朝、そのまま高栗遠征に従軍した。遠征後、菊白政は、左高六大部、斜視大使を拝命し、弁国公に封ぜられ、隋の歌謡講師をめとった。大行八年冬、菊白政は隋より帰国する。時に、菊白政は、以前から鉄六に侵入していたため、 交渉国には、鉄六の重心が常駐しており、証拠の往来者から税を徴収していた。東代の交渉と周辺国、618年、中国では隋が滅んで、唐が成立する。武徳二年、菊白政が死に、この菊文体が後を継いだ。武徳七年、菊文体は、勇士の筆輪区を建上した。が即位すると、は、を孔納したため、 その妻のウブン氏に家電一具を賜った。ウブン氏は再び玉番を奉納した。上岸四年冬、菊文隊が唐に入庁すると、大僧は、ウブン氏に国政の理性を賜い、上洛公主に封じた。この年、唐が東特欠を倒して、東方の囲碁一体を取ると、その進出を恐れた菊文隊は、西特欠と結び、イルテベルの称号を得て、妹を、 西特決の塔を、要守る河岸の子に嫁がせるなどの対抗策を取った。時に、西域諸国の来朝校舎はすべて、交渉を経由して、塔に赴いていたが、後に、菊分隊によって、塔への道を封鎖されてしまい、塔への兆候ができなくなった。以後は先に、西特決に侵入していたが、ここに至って、塔に内属したため、菊分隊は、西特決の要守ると連結し、 以後を攻撃しようとした。そこで、体操はその大臣で、冠軍の足名乗りを召して入庁させ、議事させようとした。聞く文体は、足名乗りを使わさず、その調子の聞くようを使わして、謝罪に行かせた。聞く文体は、西特決の落雪と延期の三状を撃破し、その男女を捕虜にして去った。延期王は上表して、これを党に訴えたため、体操は、 恐れ不老中の李道広を使わしてその城を上り門した。城岸十三年、節縁高岸の恵比寿男が交渉討伐を願い出たため、大層はこれを許可した。一方で、大層は、菊文体に最後の呼び出しをかけたが、菊文体は病と称して、呼び出しに応じなかった。そこで、大層は、リブ少書の高君衆を高課堂大相関とし、左田室、 英大将軍の節満ひとしおよび特決と、慶の衆を引きさせ、補機数万衆で交渉討伐を行った。上岸十四年、菊文隊は、唐の大軍が迫ってくるのを菊と発病して死んだ。そのため、この菊里市政が交渉王に即位したが、すでに高空衆の兵が柳谷にまで迫り、電次城が陥落したため、菊里市政は高空衆に賞を送って、 罪があるのは父であり、私ではないと弁明した。しかし、高君衆は、聞き入れず、首都である高賀城に迫り、勝者や放者といった、工場兵器を使って、工場を始めた。投石によって、木内は大いに混乱したため、菊里市政はついに城を出て降伏した。これによって、交渉国の三州、五県、二十二条は、党の勢力下に入った。そこで、大層はこの地を、 最小州都市、間もなく、西州に改め、安政都語府を置いて、タリム盆地の支配を開始した。はじめ、西特厥の翼国説は、聞く文体と通りはしており、緊急時にはいつでも援軍が出せるように、要守るを、河岸太城に駐屯させていた。しかし、航君州の兵が迫ってくるのを聞いた、翼国説は、恐れて清掃し、救援に来なかった。後に、唐はその地をもって、 には衆とした、756年に起こった、安氏の乱の後、党の支配力が低下し、840年には、幕北の天山ウイグル王国の支配下となる、宋の建高都市館、交渉のウイグルが長考している。明の英楽年間には、中国側から秘衆と呼ばれ、1409年1413年にも長考している。1414 14年には、 民の人生がこの地に派遣されている。民の天順年間にトロバンに併合された。この孔は、北市列伝八85歳域による、君主である、孔将王頂点に、以下の官職がある。国の大事は、王が決め、長寺は生死及びに孔が決めるが、初期を立てない。創父がなく、ただ騎馬門に集まって、修字を表記する。諸城には、塗装、水孔、多層がある。 城ごとに、馬、二郎を派遣して、剣業を監視し、なお白霊とする。服飾では、男性は古服を着て、女性は中国と大体同じものを着て、頭にはタブザを作る。武器には弓、いや、刀、盾、甲、鉾がある。文字は中国と同じだが、故障兼用する。文子、論語、公共があり、学官弟子を置いて、互いに教授する。 これらを読んで学習するが、すべてここである。不勢は銀線を使い、ないものは麻布を奉納する。その警報、風俗、婚姻、曹操は中国と少し異なるが大いに同じである。地の多くは石瓦であるが、気候が温暖で、国麦が最熟し、養蚕に適し、五花が多い、羊刺しという草があり、その上には蜜ができる。これらは水を引いて、 灌漑農業を行っている、種のような証を、玉のような白地を産出する、武道種が多い。また、羊馬は、陰壁のところで放牧し、外交を避けている。鬼人でなければその場所を知らない。天神を祀る一方、仏法も進歩する。五個十六国時代には、ゾロアスター教も流行したが、仏教が最も重要な宗教だった。道教も一時的に影響を与えている。 交渉は、現状三蔵の再域気法の発着点でもあった。630年に、現状が出発した時は、軍隊に艦隊され、城内には50余りの寺院が存在した、と、大東再域気に記している。その後、640年、現状が、インド遊法の後に帰着した時には、交渉はすでに滅んだ後であった。そのため、大東再威気に記す際に、現状は、 交渉地という表現を用いた。国土は東西300里、南北500里。東大では東西800里、南北500里となる。市面の多くは山に囲まれており、北には赤石山があり、山北70里にはドンアセ山があり、夏には積雪する。この山の北は鉄六海となる。北周の時代の城数は16で、随大では18、東大になると21。 または22となる、交渉国の住民は、主として漢族であり、漢や義の屯田兵、中国内地の戦乱からの避難民の公営である。少数民族として、秋竹徳津や西方からの移民が住む。そのため、交渉国の漢性、平成、不液性、氏族性は、漢や秦の制度を踏襲している。ただし道具類には、特色が見られる。 漢民族の伝統文化が交渉にも根付いている。ありがとうございます。